イメラジオ第3450回、今日は令和4年1月4日火曜日です。時刻は午後3時半、横浜港北、太陽がとっても眩しい午後の時刻ですね。今日は午後走りに行こうかなと思ってましたが、なんとなく寝てしまって機会を逸してしまいました。こんなに天気いいので走りに行くと気持ちいいんだろうなと思いますが、今日はやめておくことにしましょう。その代わりの夢ラジオです。さて、3450回、今回は坂本弁護士事件取り上げます。坂本弁護士事件ですね。昭和64年、1989年、ですから今からもう、33年前か、今から33年前の事件ですね。でちょうど時代が昭和から平成に変わるような頃ですよ。坂本弁護士事件取り上げますね。この神奈川で起きた事件です。磯子ってとこがあるんですよ、横浜の南の方に。だから今私がいる港北から見たら全然遠いところ、港南にあたりますね。その磯子に住んでらした坂本弁護士さん、この方と奥様、そしてお子さんが犠牲になったっていう、そんな事件ですね。で当時この坂本弁護士というお方は、オウム真理教というその団体というか教団と対立してたわけですね。でその被害者の会っていうのを作ろうというふうにしてらした、そんなお方でもあります。で江川翔子ってさん、江川翔子さんっていう神奈川新聞の女性記者がいて、でこの人オウム事件の時には随分メディアに出てらした人ですよね。でこの江川さんからこの坂本弁護士はいろいろ教団のことを聞いて、それでこれは立ち上がらないといけないということで、立ち上がって、で被害を受けてるっていう人を集めて、それで被害者の会っていうのを作ってた、そんなお方ですから教団とは対立関係にあったわけですね。さっきお話した通りです。でちょうどこの昭和64年の秋ぐらい、秋の初めの頃にサンデー毎日っていう雑誌がですね、オウム真理教の狂気っていう、そういう連載を始めた頃で、ですからそういう時期にこの坂本弁護士事件というのが起きたというふうになっていますね。ただしですね、今お話ししているのは1989年のことなのですが、この事件はその後わからないということになったんですね。犯人不明と、犯人不明というかどこ行ったんかわからない、だから失踪事件だったんですよ、実は。ずっとでこのお三人を探していますみたいなポスターがよく貼ってありましたね、街に。ご夫妻と、で真ん中に
男の子の赤ちゃんがいて、でこの3人を探してます、情報お願いしますみたいなポスターがずっと貼ってあって、それでこの時から数えて、6年後の平成7年1995年に地下鉄サリン事件が起きて、でその時にオウムの信者が、いっぱい逮捕されて、でそこからこの坂本弁護士、そして妻、そしてお子さんの亡骸が山中からそれぞれ別なね、それぞれ別な山中からこう発見されて、あ、これは教団の仕業なんだということになった、こういう経緯です。当時この坂本弁護士は教団と対立していた、そして坂本弁護士が所属していた横浜の法律事務所っていうのは割とこう日本共産党の影響が強かった、そんな事務所というふうにも言われていますね。でまたこの日本共産党がですね、もうこのオウム真理教とはバチバチに実は対立していたので、ですからその共産党系の事務所に所属する坂本弁護士がその被害者の会っていうのを立ち上げたとしても、なるほどと。というよりそういうお方だからこそ江川翔子も話持っていったんでしょうね。でこの坂本弁護士の奥様も宇都宮検事のなんか元で働いていた秘書かなんかやってらしたのかな、そういう女性 で宇都宮検事っていうと今でも都知事選に共産党推薦という形でお出になってるお方ですよね。だから坂本弁護士っていうのがどういう活動のどういう方向を持った弁護士さんかというのは大体類推はつきますよね。ただし当時はですね、坂本さんもかなり緊張していた毎日だったと思うんですよ。教団と対立していると。で、教団って、それなりに規模が頃ありましたから、でこっちはっていうと一人だけと、あるいは横浜弁護士のあと同僚の、弁護士が何人かみたいな、そういう状況で、そういうピリピリした状況でこの11月でしたか、事件が起きたわけですね。で最初に確認しておくとですね、この奥様がとっても几帳面なお方で、頭もいい人だったので、何事もきちんきちんとされるそういう女性だったんですよ。ところがこの日に関してはですね、夕食の食器がそのままなってるんですね。で毎日その日の家計簿っていうのはきっちりつける、しっかり者の女性だったんですが、この日も家計簿は空白です。ですから家計簿がついてないし、で食器もそのままっていうそういう状態なんですよ。だから後に何て言いましょうか、捜査が始まった時にそういう状態だったからってことですね。で警察が踏み込んだ時にはだからそういう状態だったんですよ。何の物音もしてこないし連絡もつかないから、親族の方が捜査依頼して、で警察が踏み込んだらなんか誰もいなかったと。で家計簿もついてない、台所に食器は置かれたままと。そしてそのお部屋にバッジ、オウムのバッジが落ちてたわけですね。でなんかいかにもこのなんか教団がやったみたいな匂わせた感じで、しかし
3人だけが忽然と姿を消したという、こういう状況だったんです。前の、あの長官狙撃事件についてもお話しいたしましたが、やっぱ公安事件においてはこういう、まあ、奇妙な落とし物があるんですね。だから坂本弁護士事件も、あの公安事件なんですよ。でその後、数年間にわたって知りませんか、情報提供求めますみたいなポスターがずっと貼られた後、何の手がかりもなく、で、サリン事件の後で自供ですね、その信者たちの自供によって、あの、まあ、こうだった、ああだったと。ただし、その、じゃあ今その自供によって組み立てられたその事件はどんなふうになってるかとお話しいたしますと、そのオウム真理教の幹部と呼ばれる、あの5、6人でしたかの男の人たちが、あの夜に急ごいったわけですね。で、で坂本さん、あのを待ち伏せしたらしいんですよ。ところが実はその坂本さんのお顔を誰も見たことがないっていうことにハッと気づいたらしいんですね。まあなんか間抜けな話ですよね。そしてしかも坂本さん帰ってくるの待つとか言いながら、その日が休日で帰ってくるわけないんですよ、仕事がないんだから。だからこの辺もものすごく、まあ、間抜けなんですよね。で、でそれにハッと気づいて、そしてあの顔もわからないっていうのもハッと気づいて、そして午前3時ですから真夜中ですよね、に行ったと。もうアパートにね、その坂本さんたちが住まれていたアパートっていうのはちょうど街でよく見かける安アパートで、もう隣上下なんかガンガン音が聞こえてくる、で階段登ってもギシギシいう、そういう安アパートだったんですよ。そこに踏み込んでいって、であのその自供によるとですよ、寝てるお方々をあのこう、まあ、あの泣き物にしたっていうのがいろいろ語られてはいます。でよくその奥様が我が子だけはっていう、そういうのも振り切ってというか、けれどこんな人数の男が押し入って、それで悲鳴も上がっただろうし、そして坂本弁護士っていうのがお写真見ても分かるように割と巨漢っていうか、とっても体の大きなお方、ちょっとあの太めのお方なんですね。相当な音がしたはずなんですよ。あ、しかもね、入る時には鍵が閉まってなかったという実況だ。当時のピリピリした状況だと鍵閉めずに寝るかっていうね、あのしかも冒頭でお話したように食器も洗ってない、家計簿もついてない、毎日必ず閉めてた家計簿なんだけどね。でしかも誰も聞いてないんですよ。近所にお家もある、ね、でアパートやから隣上下もある。特にこれ午前3時ということになってますが、その下の人はですね、当時午前3時起きてて、で赤ちゃん産んだばっかりの女性でしたから、授乳中だったんですよ、その真下のお家はね。だから午前3時で授乳してましたと、何の物音も聞いてませんみたいな、これはあの、証言されてるんですね。でそのじゃあ運ぶなら運ぶでですよ、すんごいあの重さのものを、で階段ギシギシ言ったはずなんだけど、誰もそんな音聞いてないんですよ。でさっきのですね、そもそも結婚日が休日であることをみんなが忘れてただの、
よくよく考えたら誰もお顔を知らないだの。で、これ全部さっきから私がお話しているのは、裁判でその信者が私が犯人ですと言って自供した、その自供をもとに今世間で流布されているお話を私は今してるんですね。これおかしくないですかね、これ。そもそも最初からなんで物音一つ聞こえてないのにこんなことが起きたのかと、ちょっと不可能でしょ。で、間抜けぶりと言いましょうか。しかも裁判でその自供なんですけど、その自供が2点3点してるんですよ。それぞれ矛盾することができてきて、なんせ5、6人関わってますから、それぞれが自供するじゃないですか。サリン事件の後裁判で。でもその中身が食い違ってくるので、その自供が2点3点してなんとか辻褄合わせして、さっきのストーリーなわけですね。これ一体信じられるのか。で、しかもですね、これ物的証拠ゼロなんですよ、実は。凶器もない。考察っていうんですか、そういうことになってますが、だから凶器いらないよね。で、信者たちのね、そのやったと言ってる供述ももうコロコロ変わるのにですね、唯一1回しか行かなかったその息の場所、息した場所というのは実に正確にですね、しかもそれぞれ3つ違った場所で、という、そういう顛末なんです、これはね。で、部屋の隅に落ちてたバッジにしたところで、格闘の末に、外れたみたいになってるんですが、でもそれにしちゃ、格闘の末に外れたんなら、留め金みたいなところは曲がるはずですよね。どうもなってないんですよ。普通の留め金の形。これ格闘して外れてこうなるかっていう、そういうことですね。実は強く類推されるのはですね、食事の洗いが終わってない。家計簿もつけてない。ということは、実はこの日お三方は食事の後で、夕食の後で自ら自分たちは外出たんじゃないのかということ。そして、そので、この日実はちょうどこの赤ちゃんを連れた家族連れをタクシーで、ちょうど同じ時刻に、同じっていうか夕方の8時頃ですね、夕方の8時頃に乗せましたっていう、そういうタクシー運転手の証言もあって、ですから懸賞金かけた、そういう捜査もなされたらしいんだけど、何の手がかりもありませんでした。ただし、そう考えないと。つまり、食器そのままと、家計簿もつけてないと。で、何よりその大乱闘が起きたはずので、もう金切り声の悲鳴が起こったはずの、その午前3時の真夜中に、すぐ下で授乳してた人は、安アパートでですよ、何の物音も聞いてない。当然隣の人も聞いてない、周囲の家の人も何も聞いてないっていう、この奇妙な状況ですね。そしてよくよく考えたら、自供だけである、物的証拠は何一つなく、で、決め手となっているのは、自供通りにその場所を特定したらちゃんとむくろが出てきたと。しかも1回しか行ったことないその場所をものすごく正確に当ててるっていう、これ何から何まで変じゃないかということですね。で、さっきお話したように、何か緊急の
連絡がこの坂本さんのところに夕食後に入って、食器を洗うこともしないほどの緊急性で、そしてみんなで出て、でその後どこかに行ったんじゃないかというこのシナリオというか、この類推っていうのは実はきっちり検証しないといけないはずなんです。ですがもうさっきお話しした裁判での、ね、信者自供をもとにしたストーリーがもう出来上がっちゃってるので、これはもうなかったことになってます。で下にいた人が何も物音聞いてないとか、あるいはそもそも物的証拠が何もないとか、自供以外はね、ということももう全部スルーされてるわけですね。メディアもこのストーリー以外の、可能性を話すことはないし、で、まあ、YouTube で語られてあるこの事件についてのお話もまあ薄っぺらい限りなんですよ、それはね。で公安事件というのは非常に奥が深く、闇も深く、そしてちょっと考えたら分かるように、これ素人ではできないんですよね、こんなことって。そもそもですから教団がどの程度関わっているのか、本当に信者たちが犯人なのか、でどういう理由で犯人なのか、よく考えたら自供と息の場所が特定できたというこれだけじゃないかということは、実はこの坂本弁護士事件を考えるときにいつも心に留めとかなきゃいけないこと。しかもさっきもお話しているように、もうものすごく間抜けな部分とですね、そしてものすごくなんていうかありえないような部分がですね、この事件にはもうそのままストーリーとしてルフしちゃってるわけなんですよね。ちょっと考えたら若いでしょ、そこら辺の安アパートでもう深夜にですよ、オラオラみたいな感じのそのなんか乱闘劇があって、で我が子だけはみたいな叫び声と、そして運び出してみたいな、それが音もなくできるはずはないっていうことは、このようにですね、公安事件っていうのは一般的にメディア等で言われるようなそういうものはほとんど信用はできず、そして裁判なんかもやっぱりほとんど信用はできない。それはこれまでこの夢ラジオでお話してきてきたさまざまな冤罪事件見ても、裁判がいかにずさんでおかしいか、それはお分かりいただけてると思いますね。ですからこの弁護士事件というのも本当ならもう今からでも遅くないから、もう一回検証すべきなんですよ。ただしまあ今そういう動きはどこからもありませんね。そしてもうこのことをやりましたというふうに自供した信者たちももう処刑されておりますので、この事件がこれから何かの展開を見せる、それはありえないでしょう。まあこういう点でも公安事件なわけですね。夢ラジオ3450回、今回は坂本弁護士事件お話ししました。火曜日の午後です。